で、リラック号。神獣らしきものの姿はありませんね。船の甲板まで上がってみるか。どうやって行く？ラムコに運んでもらう？ラムコはまだ子供や。そんな無茶させたらあかん。なんとか入れたみたいだね。ここにもいない。いや、この気配間違いない。神獣だ。土の神獣ゲールースが来る。ドリアドアンド、 この
変えれば捕まわせてもらおう。人生
神獣を倒せたようだが。倒したといっても存在が消滅したわけじゃないよ。神獣は自然そのものだからね。あれ、なんか落ちてる？あ、それは精霊器ではありませんか？ウィスプランタン、歴史書で見たことがあります。なんでこんなとこに？記述によれば、英雄は船に乗って世界各地を巡り、神獣たちを封じました。その名残でしょうね。八つの精霊器は神獣討伐に際して女神様が英雄に託したものだそうです。聖剣に精霊器、女神と英雄は友好的な関係だったのか。いつからか敵対するようになったってことなんかな。この船、リラック号も古の英雄が神獣を封印するときに乗ってたものさ。精霊器が捨て置かれてるってことは、ディロフォロスもいらないんだろうし、もらっちゃおう。これからどうしようか。ヒナの痕跡を取り戻すにしても、ディロフォロスはどこに？あいつ神獣が封印された地に行くつもりみたいだし、どこかで待ち伏せしたらいいんじゃない？巫女が選ばれる町の近くだな。しかし考えられるのはあと7カ所か。そのことなのですが、闇の書伝ロロバッツに知り合いがいるのです。彼はとても頭が良く、我々に知恵を授けてくれるはずです。名はアッシュ。ロロバッツォで書伝長を務めています。闇の書伝か。タイミングが合えば闇の巫女とも合流ができるかもしれないな。ありがとう、パルミナ。ロロバッツォに行ってみよう。闇の書伝ロロバッツォはトリニア大陸の南、バッゾ島にあります。ほんならブースカブーに乗っていくことになるな。北の海岸で笛を吹いて来てもらおう。うん、すっかり忘れてたわ。闇と光の巫女、もう指名されとるんかな。時期的にはもう都に向かっていてもおかしくはないですが、今回は例外ばかりだからな。いささか不安が残る。そのことについてもロロバッツォで聞いてみよう。